まりました。少量チャンネルのりょうでーす。今回はですね、しょうちゃんにサプライズを仕掛けたいと思います。前回の動画でですね、何もないのに記念日だと言って、食事を用意してくれてたことがあるんですけれども、まあその仕返しではないんですけども、仕返しじゃなくて何て言うのかな、お返しか。お返しをしたいと思います。最近ですね、しょうちゃん編集とか長時間やっててパソコン業務が多いので疲れてると思うので、プレゼントを用意してみました。まだしょうちゃん知らないので、どんな反応するか見ていきたいと思います。レッツゴー。ひょにょ。しょうちゃん？しょうちゃん？はい。お、なに？しょうちゃん！はい。おめでとうございます！ありがとうございます。え、何かあったっけ？しょうちゃんおめでとうございます。イエーイ！何？今日はね、しょうちゃんに、プレゼントを用意しました。おえ。ベッドの下に隠しております。はい。かわいい。何これ、豚が足包んでるよ。それは、フットマッサージャー？あー。欲しいって言ってたもん、ね、そうそう、手と足と両方使えるやつ。何祝いこれ。普段翔ちゃんが編集とか頑張ってくれてるのと、うん、こないだサプライズでさ、ご飯用意してくれたじゃん。あ、それのお返し。高かったでしょ。いや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 、でもさ、なんかほら、フランフランに行くたびにさ、これ欲しいなーみたいな感じでずっと言ってたから、うん、嬉しい、嬉しいなー。ちょっと使ってみて。うん。かわいくない？かわいい。ね、なんかちゃんとさ、豚の形になっててさ。グフェ。いきます。かわいい。泣いたね。おお。ああ。おお。どう？気持ちいい。ああ、痛い痛い痛い。嬉しいよ。ありがとう。よかった。嬉しい。そんな贈り物とかできるようになったのね。何それ。ひど。ああ、気持ちいいな。本当？うん。よかった。いや、ほら、普段さ、編集とかでさ、やっぱ長時間パソコン使ってるでしょ？そしたらほら、手とかも疲れるだろうしさ。うん、で、それ足も使えるから。そうなの、ね、そう、足もさ、なんか疲れた時にさ、うん、絶対使えるじゃん。かわいい、これ。うん。お母さんが。うん。ありがとう、ありがとう。嬉しい。イエーイ。結構あれだね、圧力が。そうだよ。足とかやったの気持ちよさそうだね。確かに。うん。ああ。ああ。フェイスシールも ついてる。買っちゃう？ね。つけてみる？いいか。こういうね、フェイスシールもついてるの。パッチ目か、目つぶってるのか。これが、重くない？これがいい？うん。それはした。あ、ほら、かわいいじゃん。かわいい。うん、かわいい。かわいい。終了。そんなもんでいいか。とりあえず。かわいい。は、ね、ハートついてかわいい。かわいい。うん。いつも編集とかありがとうね。うん。こちらこそ。うん。中止よ。かわいい。おお、うん、結構気持ちいいね。うん、あー、すごいね。ね、そうなの、すごいな、これ気持ちいい。うん、おお、すごい、結構強いね。そうなの。あ、しかもさ、うん、ちゃんと指先とかさ、うん、結構複雑な動きしてる。うん、あー、いいね、これ。うん、俺も使おう。うん、使って。しょうちゃんのために買ったのに。ひょにょ。かわいい。はい。というわけで、しょうちゃんは、もう疲れて寝ちゃいました。今日はですね、しょうちゃんはもうお酒も飲んでたので、疲れて寝ちゃいましたね。面白みにちょっとかける動画だったかもしれませんが、いかがだったでしょうか。というわけで、今回の動画は、ここまでにしたいと思います。しょうちゃんが喜んでくれてよかったです。というわけで、気に入っていただければチャンネル登録と高評価のボタンを
お願いします。インスタ、TikTok、Twitter もお願いします。ではまた。しょうちゃん爆睡でー。